やってきました。漁協直営食堂さくら。こちらのお店はね、静岡県焼津市にあります。まあ焼津といってもね、大井川港のところにあります。すごい行列できてます。午前10時半オープンなんですけど、ただいまオープン10分前、もう20人ぐらい並んでます。すごいね。大人気のお店なんだね。知らなかったな。それではね、並んでいきたいと思います。こちらのね、漁協直営食堂さくらさんはね、営業時間10時半から14時までやってます。メニューはね、こちら。生桜エビ丼定食1000円、桜エビかき揚げ丼定食1100円、小盛りかき揚げ丁定食600円、桜エビ釜揚げ丼定食1000円、生しらす丼定食700円。今日はね、生しらすないみたい、残念。釜茹でしらす釜揚げ丼定食2食釜揚げ丼定食900円、ミックス丼定食、桜エビのかき揚げ1枚としらすの釜揚げだそうです。はい、こちらは3点セット、大井川港丼定食1300円。お、これが一番高いやつ。桜エビのかき揚げ1枚と桜エビの釜揚げとしらすの釜揚げがついてると。これいいね、これにしようかな。はい、お土産でお持ち帰り桜エビのかき揚げ1枚400円、その他ね、生桜エビ、生しらす、桜エビかき揚げ、桜エビ釜揚げ、しらす釜揚げ、ライス、味噌汁とね、単品でも注文できます。こちらのさくらさんね、めちゃくちゃ人気だからね、すごいね。初めて来たけどね、こんな人気だとは思わなかった。しらす、生桜エビ、桜エビあります、生しらすありません。いやー、今日は生しらすないのは残念だな。こちらのね、桜エビは生桜エビも、まあ、とりあえず冷凍みたい、朝どれとかね、そういうのではないみたいです。急速冷凍したやつはね、解凍して使ってるみたいですけどね。しかし人気ですね、超行列。まあ、注文はね、食券制なんで中でね、食券を買って注文していきます。まだまだ並んでます、行列が絶えない、すごいね、すごいな。店内は満席、すごいです、超満席。はい、来たよ来たよ、釜揚げの桜エビと釜揚げしらす、あとは桜エビのかき揚げでございます。それではいただきます。さあ、まずは味噌汁から。うん、味噌汁はね、インスタント系特製のかき揚げソース、結構たっぷりかけます。あとは醤油、これ二色丼にぶっかけ、こちらもたっぷりかけます。じゃあかき揚げからね、いただきましょうか。サックサクに揚げてあるね。このかき揚げはね、つなぎ少なめで桜エビ多め、シンプルに野菜はネギのみで、サクサクになる特注のリングを使用して作ってるみたいです。漁協直営だからできる価格と鮮度、駿河湾産桜エビをね 100% 使用っていうことです。さあ、丼ガツガツ食べていきます。しらすの釜揚げから。食券番号がね、23番だったんで、もうその前にね、22組並んでたっていうことなんで、10分前に到着してね、それはなかなかすごいです。まだね、行列できてる、並んでる人いっぱいいる、すごい。席数も結構ありますけどね、席数はね、18テーブルぐらいあります。桜エビの釜揚げね、食べてきます。いい色してるね、桜エビ、いいピンク色。まあ、ヒゲもね、しっかり処理してあるんで、
まあ、そんなに日も当たらないです。ご飯大盛り無料なんでね、大盛りにしてもらいました。まあ今までね、まあ、静岡県に住んでてもね、あんまりね、桜エビとシラスの丼ってね、初めて食べたんじゃないかな。まず食べないね。なんでこんな近場にね、こんな美味しいのがあってもね、食べないんですかね。近すぎるからかな。桜エビは静岡県名産なんでね、他県から来た人はね、珍しいんでね、食べたくても食べれない人がいるのにね、食べれるのに食べない人がいるっていう、ね、それも静岡県あるあるだと思います。どんぶりの食、美味しかったね。さあ、あとはかき揚げ、漬物、なんと寒天みたいなのついてます。はい、完食、ごちそうさまでした。いやー、すごい人気だったね。こんな人気だとは思わなかった。生しらすもね、食べたかったけど、生しらすはね、港直送、取れた日だけのご馳走だって、今日は取れなかったんですね、残念。ということでね、本日はね、静岡県焼津市大井川港にありますね、漁協直営食堂さくらさんからでした。バイバイ。